皆さんおはよう感覚知覚心理学感覚知覚心理学におじさんです今回も触覚のお話です触覚の感度触れ方と感度触れ錯覚について紹介していきます体の異なる部位感を比較する触覚の研究はウェーバーの法則でおなじみエルンストウェーバーに始まり ウェイステインの研究まで数多くなされてきました。ウェインステインはフォンフライの側毛を用いて、男女47名の参加者の身体各部位の刺激域を求めました。フォンフライの側毛は、さまざまな長さの馬や人の毛を棒の先端に取り付けたものです。棒を持って、毛先が皮膚に垂直に当たるようにする。毛が点 P で屈曲したときに、 力を緩めて皮膚から離す。毛に加わる負荷は屈曲する直前に最大になるというものです。フォンフライの植毛を使って、体の部位に局所的に圧力をかけて、その圧を知覚できる最小の大きさを測定しました。数値が低いほど、わずかな圧力までも感じ取れる、つまり感度が鋭いということになります。そのの結果女性の顔、鼻、頬 上唇では5ミリグラム男性の足の指では355ミリグラムでした最も刺激域の低いつまり感度の高い部位は顔体幹四肢、指と続きました2人1組になって手のひらや背中に文字を書いて何と書かれたかを当てるゲームをやったことがあるでしょうかこれはなかなか難しく当てることができません 特に位置関係がよく分からず再現でできないです文字当てゲームでは同じ大きさの字を書いたとしても背中は手のひらよりも正当率が低くなりますそれは体の場所に応じて触覚を感じ取る力に違いがあるからですこの力を測定する方法として有名なものに触二点弁別行きというものがありますこれは目隠しをした実験参加者にコンパスのような機器の距離を変えて 2本の針の先端で刺激を与え今受けた刺激が針1本だったか2本だったかを尋ねるというものです刺激点を十分に遠ざけた場合から初めて徐々にその距離を縮めていくと最初のうちは2点と感じられていたものがいつの間にか1点であるかの感じられる地点がありますその時の距離をもって触覚の空間解像力としますこの距離が短いほど触覚が鋭いということになります ウェインステインは男女の参加者で、左右の対をなす部位で食2点弁別域の測定を行いました。その結果、左右の対をなす部位、つまり左右の腕などで感度が同程度であること、ヤシシマッショウは体幹よりも小さい弁別域を示しました。手指の2点弁別域が最も小さく、2から3ミリメートル程度、顔面、足の裏、が続きます。 かなり大きく 40mm 程度でした。単純計算すると指と背中では20倍も感度が異なります。またウェインステインは定位の誤差つまり空間上の位置の認識のズレも測定しています。二点弁別域と定位の誤差を比較すると定位の誤差は二点弁別域よりかなり小さくなりますが身体部位については似た傾向を示しています。 定位の誤差が2点弁別域より小さい値を示すのは、定位の誤差が経時的に提示しているのに対して、2点弁別域では同時に測定されているからです。ルーミスらは2点弁別域より高い解像力を示すハイパーアーキュイティの一つとして移動距離域を測定しました。 ハイパーアーキュイティとは物体の空間的位置を高精度で検出する能力を指します。ここでいう移動距離とは1点がどの程度空間的に動けば異なる位置に動いたということがわかるかを指します。図ではウェインステインの食二点弁別域と定位の誤差の他の移動距離域も示されています。それによると、 移動距離はどの身体部位でも他の式位置よりも明らかに小さく移動距離域は2点弁別域の10分の1から30分の1になりますカッツは能動的に外界の事物を触れることによって外界を知覚すると主張してから皮膚の受容器に基づく皮膚感覚つまり受動触れだけでなく運動感覚も参加する食運動サトル ハプティクスも多く関心を引いてきましたその特徴は皮膚の受容器以外に筋に関節の受容器の興奮筋の収縮による筋腱、関節人体の受容器の興奮や運動指令が対象の近くに関係します食運動サトルはギブソンの能動触れにつながりますギブソンによると 受動触れは触れられたという印象を経験し、能動触れは対象を近くするものです。彼は実験参加者に目を閉じてもらい、手のひらの上にクッキーカッターを置き、触覚のみを頼りに一致する図形を判断する実験を行いました。3種類の提示方法があり、受動触条件では、実験者によって図形を押し付けられる。能動条件では 指で包み込むようにして触れることが許可しました提示された図形は6種類の刺激を見せ食刺激の図形と一致するものでしたのでチャンスレベル偶然正答する確率は 16.7%6 分の1でした実験の結果能動色条件では正答率95%受動色条件では正答率29%でした この受動色条件には動くという要因を足りませんので、実験者が図形を押し付けひねるという条件を加えました。この条件では正答率72%となりました。四角では複合図形を見たときに体制化をしてまとまり近くします。例えば、上の図を見たときに2つの円が重なっているように近くされます。 これはプレグナンツの法則の良い連続の要因の特徴です上の図のクッキーカッターのようなものを目を閉じて能動的食運動で知覚くすると左下か右下のような図形と知覚されますこれは触覚では受容器である皮膚への入力が掲示的入力となること図形認知が併合の要因でまとまりやすいこと 中核外核分業の仕方になりやすいなどの特徴があるために生じますプレグナンツの法則は視覚では滑らかな連続性が優位となりますが触覚では閉じられた空間としてのまとまり形成する働きが優位となります視覚や聴覚と同様に触覚においても錯覚は生じます蛇かと思いきやロープだった 虫かと思いきや汚れだった的な見間違いを経験したことが一度や二度はあるかと思います。それでは触り間違いや原色という経験はあるでしょうか。ベルベットハンドイリュージョンという不思議な現象があります。これはテニスのガット格子の網網の部分を両手で挟んでそのまま合わせた手でガットの表面をなぞります。 本来ならガットの網が手のひらに引っかかる感触がするだけなのですが、実際に試してみると、ヌルヌルとした感触が生じます。布でいうとベルベット生地を撫でているかのように感じます。現象が起きる仕組みは不明ですが、人肌のような構造を持つものがガットの向こう側にあるときに起こるようです。例えばみかんを網網のついた状態で触るとヌルヌルが起こります。 髪を溶かす串を一本用意してみてください。この串の刃の上に指を置いてみましょう。指を置いたら、その串の根っこの部分を指やペンの先で水平方向に引いてみてください。おそらく、刃の上に置いた指が押された感じがあるので、はいでしょうか。実際には、串の先端は水平方向、つまり横方向にしなって、指の皮膚を撫でているだけで。 縦に伸びてはいませんそれなのに櫛の歯が指をついているように感じるのです。これは人の触覚が垂直方向の力と水平方向の力を明確に区別できないために生じる錯覚です。同様の錯覚にフィッシュボーン錯覚というものがあります。宮岡は魚の骨のパターンを 3D プリンタで作成した刺激で背骨に沿って指を動かすと。 背骨部分が中骨、背骨から左右に伸びる骨、よりへこんで感じられるという食空間において機械的受容器が刺激で生じる錯覚を見出しています。MacBook や AppleWatch、一昔前の iPhone にはタプティックエンジンという技術が実装されています。これは指が縦と横の区別ができないという指の特性を応用したもので、トラックパッドを指で押すと、 本当は1ミリも引っ込んでいないにもかかわらずまるでボタンを下に押し込んでいるような感触を返してくれるというものです。実際にはデバイスに内蔵された振動子が指に横向きの振動を与えているのですが指が横方向の力を縦方向と勘違いしてボタンを押したかのように感じます。電源が消えるとこのバーチャルなクリック感も消えます。 指紋認証の機能がついた iPhone のホームボタンを触ると、実際には押し込めていないはずなのに押し込めているような感じがしたアレです。ハットウェルは、量的に減少するものの8歳から17歳の視覚経験のない先天網の方においてもミュラーリアー作詞の触錯覚を確認しました。パターソンらによると、 診願者の場合は触覚では視覚よりも作詞量は少ないですが先天網後天網の触錯覚の視覚の作詞と同様に顕著でした一般に触錯覚は視覚に比べて作詞量は少ないです作詞図形によっては触錯覚の有無に不一致が見られたり逆方向に錯覚が生じることがあります 触覚覚とと視ののの情報処理の違いいがこの一因としてて挙げられていますカーペンターによると同じ 266g の重さの直径 40mm と 100mm の玉を比較したとき大きい玉が平均で 66g 軽いと判断されましたドレスラーもカーペンターとは独立に真鍮の缶を使って同じ錯覚を報告しています クローノイは重さが同じで大きさの異なる対象を、知覚される重さで順付けさせてカーペンターの知見に確認し、錯覚の起こる重さの範囲を言及しました。この大きさ、重さの錯覚は今日ではシャルパンティエ効果として知られています。同様な大きさ、重さ錯覚にコーゼレフの錯覚があります。面積が同じ。 厚みの異なる木箱を薄い箱の上に厚い箱を重ねて、2個一緒に持ち上げて下ろす。次に、上の厚い箱だけ持ち上げると、後者では全体の重量が減少したにもかかわらず前者よりも重く感じられてしまうのです。重さの触錯覚を説明する機体モデルによれば、先行経験から小さいものは大なものより軽いと期待されます。 小さいと認知された対象には持ち上げる力を弱くしますそれが期待に反して重ければゆっくりと持ち上げられることになり重さが誇張されたような印象を持つことになりますデイビスらは対象を持ち上げる時の運動のプロフィールを吟味して同じ重さのより小さい対象に対しては持ち上げる力を小さくすることを明らかにしました エリスラはゴルフボール錯覚を乱して、期待モデルを支持しています。ゴルファーは、大きさは同じ練習用ボールが本番用のボールよりも軽いことを知っているのですが、ゴルフ経験がない人はその事実を知りません。エリスラは、ゴルファー軍とゴルフ経験がない人軍に分け、それぞれに、重さが同じにした本番用と練習用のゴルフボールを持ち比べ重さの比較するように求めました。 その結果、ゴルフ経験のない軍の参加者は2種類のボールが同じ重さだと判断したのに対して、ゴルファー軍の参加者は練習用ボールを本番用ボールより軽いと判断しました。さらにゴルファー軍の中でも、2種類のボールの重さの違いが大きいと期待した参加者ほど強い錯覚を報告しました。この錯覚には対象についての知識や過去の経験に基づく期待。 つまり重量近くくトップダウン過程が深く関与すす。ると考えられています図のように接触する人差し指と中指の先端の間を棒の先で触ると一つのもので触れられたという感覚を起こしますがその2本の指を交差させ同様に指の先端の間を棒で触った時には2つのものによって触られたと感じます。 交差した指で鼻先に触れればつの側面が鼻の一方のそばに当たるようにしながら指を上下に動かすと2つの鼻の間の空間が広くなったように感じられます。触れる時に目を閉じていれば効果はよりはっきりします。この現象はアリストテレスの錯覚として知られています。2本の指の内側が刺激される時には、 食情報は触覚中枢の重複する領域あるいは隣接する領域に送られてその結果一つのものが触っているという感覚が起こります2本の異なる指の外側を一つの物体が刺激することは通常では起こりえませんが指の交差によって2本の指の外側が刺激されると 情報は触覚中枢の2つの別な領域に運ばれて脳は2つのものがそれぞれ異なる部位に触れたと感じると説明されています温度についても錯覚現象が報告されています水にしばらくつけて冷たくしたコイン2つの間に常温のコインを置き人差し指と薬指で冷たいコインを中指で常温のコインを触れてみてください この時中指はどう感じるでしょうか実際にやってみると中指のコインも冷たく感じますこれは相互温度参照現象という温度の触錯覚です逆にコインを温かい常温温かいと置いた場合には真ん中が温かく感じられます私たちの指先の温度感覚は指ごとに温度が違うという状況には対応できないのです 視覚でいうと盲点の位置の情報は周りの情報で保管されます。同様の現象が触覚でも生じて常温部分の情報を冷めたいという情報で保管してしまうのです。そのほか額に冷やし激を与えた後しばらく霊感サトルが残りこのときめった感じが起こるタンベルグの錯覚。 冷やしたコインを額に載せると実際より重く感じるウェーバーの重さの錯覚など温度についての錯覚があります。独立には痛みを起こさない温冷刺激を一つ置きに配置したグリルを使って同時に与えると不快感や灼熱痛を起こすタンベルグの温度格子錯覚が報告されています。サーマルグリルイリュージョンともいいます。 足を冷水にしばらく浸した後、熱い湯に入れる時に、チクチクと痛い感覚が生じることがありますが、これも恩霊錯覚です。また、ぬるま湯と冷水のそれぞれ左右の手をつけた後、手を入れ替えると冷水に慣れた手はぬるま湯を熱く感じ、ゆるま湯に慣れた手は冷水を氷水のように感じるという錯覚も報告されています。